はい、どうもこんにちは。今回はですね、モノマックスという、まあ、雑誌があるんですけども、そちらがね、1月号で、まあ、10周年記念というわけで、まあ、超豪華ね、付録がついてるということで、まあ、コーチの、ね、万年筆とボールペンのセットになっておりまして、まあ、コーチってね書かれてる、まあ、ブリキの、まあ、ペンケースがね、一緒について、まあ、お値段ね税込み980円というわけでね、まあ、非常にあの、まあ、お買い得っていうか、もう採算度外視みたいなね、感じで、まあ、もう元取れてないんじゃないかっていう、ペンの値段だけでも絶対1000円超えてるだろうっていうようなね、まあ、付録がついてる雑誌を、購入いたしました。はい、でですね、じゃあ早速ね、こちらの雑誌についてくる、まあ、付録の方をね、見ていきましょう。はい、取説がねちょっとまあ入ってますね。はい、で箱を開けるとですね、もう早速、プチプチにくるまれた、まあ、ペンケースが入ってます。はい、こんな感じですね。ブリキでね、まあ、ボールペンとね、万年筆のカラーが、まあ、ネイビーとね、グリーンということなので、こちらもねツートンカラーになっております。で、中を開けると、はい、このようにね、まあ、上がねネイビーが万年筆で、まあ、グリーンの方がね、ボールペンというわけなんですけども、このようにね入ってます。はい、で、万年筆のですねインクの方もね2つ、まあ、入ってるんですけども、これは欧州規格、まあ、ヨーロッパ規格ですね、のものになってますので、まあ、パイロットとかね、独自規格のような、まあ、インクはね使えないんですけども、まあ、大体ね、このインク欧州規格のもの、まあ、例えばですね、まあ、ペリカンとか、まあ、ウォーターマン、モンブラン、あとは日本のメーカーですとオートとかね、が出している、まあ、カートリッジなどはね、まあ、欧州規格となっておりますので、まあ、そのうちのね何か自分の好きなメーカーの買ってもらえば大丈夫です。はい、こちらがね、万年筆の方ですね。そうですね、キャップはネジ式なんですかね。違うね、違うね、全然違かったわ。キャップはね普通のパチンっていう感じの、ネジ式じゃないタイプですね。で、ここにね、コーチと書かれてます。で、2部の方なんですけども、まあ、特にね刻印とかがなくてですね、まあ、ちょっと2部の何ですかね、 M とか F とかもちょっとまあ書いてみないと分かんないんですけども、その辺ねちょっとまあ軽く見て後で見ていきたいと思います。で、まあこんな感じですね。まあ、基本的にはまあそうですね、特に装飾もされてないんで、まあ、値段相当なのかなと思います。で、インクの入れ方はここ回してもらうと、まあ、軸が取れますので、まあ、ここの方にね、先ほどの、これを、入れてもらうというわけです。じゃあね早速ちょっとインクの方入れていきましょうかね。ちょっとインクペンがねかけるまで時間がかかるので、先に今入れたいと思います。はい、パチンと言いましたんでね、うん、これは手応えがありますね。はい、最初はね全然ただ押し込んだだけなんかきついなみたいな感じだったんですけども、正しく、まあ、差し込むとねパチンという音とともに、多分ねインクはこれで、まあ、徐々にね染み込んできますので、まあ時間をね置いてちょっとかけるまで時間を置きたいと思います。お次はボールペンですね。はい、ボールペンもね、まあ、同じ感じで色が違うだけですね。で、まあ、こんな感じというわけで、先にねちょっと樹脂玉がついてるのでこれ外しましょう。はい、でちょっとインクの方はねどういうのが入ってるのかと見ると、まあね、こういうね、まあ、よくね、まあ、ヨーロッパの方のねボールペンなんかだと、まあ、こういう形ありますよね。まあ、ウォーターマンとか、うん、まあ、カルティエとかね、まあ、そういうようなメーカー、まあ、日本だとね、まあ、結構こういうね形のあると思うんですけど、サラサとかね、まあ、そういうボールペンの会心とかも、まあ、ここはアルミじゃないですけども、まあ、こういうね、なんだろう、先に行くとすごいすぼむみたいな、途中は太くてねみたいな感じで、あとはまあこれと非常に形が似てるのだと、やっぱオートのが、オート万年筆のね、まあボールペンの会心が非常に似てるので、まあちょっとねこれがインクがまあ消えそうになったらそちらの方購入して、あと、でねまたレビューか何か動画にしたいと思ってるんですけども、はい、中の会心はねこんな感じです。はい、ですね、まあ、先ほどですね、まあ、万年筆の、まあ、インク、まあ、あるいは、ボールペンのインクについて、
まあいろいろちょっとね、まあどういうのを買ったらいいのかみたいな話だと思うんですけど、軽くね、まあ、軽くちょっとなんですけどね、まあ万年筆のインクはまあ欧州規格のものを交換してください。またね、交換できるね、インクカートリッジの情報などはね、まあ、モノマックスのウェブに書いてありまして、まあ、今だとね、ですね、はい、今だと、まあ、今だとね、まあ、モノマックスのね、まあ、付録の中に、まあ、1ページね、ざっとまあ、書いてあるんですけども、その中にですね、まあ、万年筆ボールペンの、まあ、インクの芯を交換する場合はというふうにね、まあ、書いてありまして、まあ、こちらの方にですね、まあ、ボールペンの回芯と万年筆のインク、まあ、一つずつですね、まあ、それぞれ一つずつのセットで、まあ、540円、まあ、ちょっと高いのかなって感じもするんですけども、まあ、心配な方はね、モノマックスの、まあ、ホームページ、からね、まあ、宝島チャンネルの方からね、ご購入できるということなので、まあね、まあ、自分でね、似たような形を、まあ、探すのもいいんですけども、ちょっと心配な方はね、こちらの方で、まあ、今だけの、ね、数量限定になるんですけども、まあ、こちらで購入できますよということが、書いてありますので、まあ、心配な方はねこちらで購入してみてください。はい、はい、ですね、万年筆の方がですね、まあ、インクがちょっと出るような状態になったので、試しにね、書き味の方を、ちょっと見ていきたいと思います。まあね、まあ、雑誌とね、まあ、付録含めて980円という、まあ、非常にね、まあ、安価な、ね、価格となってるんですけども、まあね、この価格帯でね、まあ、実現できる、まあ、万年筆というのはね、まあ、いかなものかということですけどもね、まあ、書き味の方はですね、まあ、こう見てわかる通りね、まあ、非常にまあ書きやすいですね、思ったより。はい、文字かすれというのも、まあ、そんなにはないんですけども、多少はちょっとあるかなって感じもしますね。まあ、まだね、まあ、普通に文字書く程度のスピードなんで、まあ、インクはまあついてきてるんですけど、もうちょっとね、ガーってやると、まあ、もしかしたらちょっとついて、来なくなるかもしれませんね。はい。じゃあね、ちょっと早めにちょっとガーってやってみますかね。うん。まあ、やっぱりちょっとダメっていうのはちょっとあれですけど、語弊ですけども、ちょっとね、まあ、かすってしまうんですかね、ちょっとインクの補給がちょっと追いついてない感じですね。はい、じゃあね、ちょっと先ほどはね、工事のこの、まあ、非常に安くね、まあ、手に入る万年筆を書いたんですけど、ちょっと僕がね愛用しているパイロットのカバリエっていう、まあ、万年筆があるので、まあ、こちらの方でね、ちょっとまあどんなものに書けるのかっていうのを見ていきたいのと、あとは2分の太さですね、そちらの方をちょっと見ていきたいと思います。ね、先ほどはね、まあまあ、こんな風にね、稼いでしまったんですけども、まあ、こっちのねカバリエだったら、まあね、早く、書いても、まあ、稼げることはねほぼほぼないですね。まあ、値段がね、何倍なんだか知らないですけども、こっちがね、まあ、こっちはですね、まあ、定価で、まあ、4,000〜5,000円というところですかね。はい、まあ、初心者にはちょうどいい価格帯と、まあ、見た目もですね、非常に、まあ、ある程度、まあ、高そうに見えるのでね、いいかなと思ってるんですけどもね、はい、非常に細身でね使いやすいです。まあ、結構毎日使ってますね。で、漢字のね文字の太さなんですけども、じゃあね、まずはこれがね、高知の方から、で、お次に、パイロット、はい、こんな感じですね。ちょっと近くに寄って見てみましょうかね。あ、ちなみにですね、こっちがですね F、 はい、ですね、まあ、パイロットの方はね F っていうのがね、まあ、分かるんですけども、コーチの方はね、2分についてちょっと特に書いてなさそうだと、まあ、僕がね、まあ、漏らしてるっていうのもあるのかもしれないんですけども、まあ、一応見たところなかったんですよね、書いてなさそうだったので、まあ、ちょっとね F2 分とちょっと、まあ、比べてみてどうですかね。まあ、多少はね、太いような同じようなって気もするんですけども、どうなんですかね。
出ない、インクは出ない。はい、同じくね、右側が、コーチで、左側がパイロット。まあインクのね質もちょっとコーチの方がなんか、竹炭パイロットのね、竹炭じゃないですけど色紙ですけど、まあ、ちょっと色がね、まあ、グレーっぽいっていうか、ちょっと色素がね真っ黒はっきりっていうわけではなくて、色がちょっと薄い気もしますけど、あとですね、インクがですね結構紙に吸い込んでくれないので、まあね、このように、なってしまうんですね、コーチの方のインクは。まあ、この辺はね、まあ、自分で買って、自分の好きなね好みのインクを、まあ、使っていただければいいんですけども、まあ、ペンの太さはね、まあ、特に変わんない気もしますね。なんかこっちの方が若干太い気もしたりとか、まあ、ちょっとねパイロットの方はもう1年以上使ってるので、まあ鈍先がねかなり柔らかくなってるので、まあ太くなったり細くなったりみたいな感じなんですけども、まあ多分ねこれもまあ一般筆記としては結構使いやすい、板書とかにも使いやすい、まあ F2 部なんじゃないかなって、個人的にはまあここから見て、そう、感じ取れると思います。はい、なのでね、多分まあ F2 部だと思います。はい、ではですね、まあ、万年筆の方はですね、まあ、この辺で、置いておきたいと思います。はい、ではね、お次はボールペンですね。はい、ボールペンの書き味の方はどうでしょうかね。まあこれもまあそんなね悪くはないですね。悪くはない。これは、まあ、結構使いやすいんじゃないかな。こっちは普通にかなり使えると思いますね。まあ、書き味は、まあ、ジェットストリームにも近い気がしますし、まあ、エナージェルにもね、近いですけども、まあ、どちらかといったらジェットストリーム寄りかな。ジェットストリーム寄りな気がしますね。ちょっと粘度がねかなり、高いのかなって感じがします。粘りがね、結構あって、まあ、油性ペンなのかな、これ水性なのか分かんないですけど、ちょっとね、まあ油性ペンっぽい、質感ですね。はい、まあね、書きづらくはないです。非常にまあ普通に使う上ではね、まあ問題なく、使用できると思います。はい、というわけですね、今回ですね、まあ、こちらの、まあ、万年筆と、ボールペン、コーチのね、万年筆とボールペンについて、紹介してきましたけれども、いかがだったでしょうか。はい、ね、まあ、ちょっとね、最後に簡単にまとめさせていただくと、万年筆の方は、まあ、若干ね、かすれっていうのが気になるのかなって感じがします。まあそれだけですね、他は問題ないと思いますね。まあ書き味としてはまあ結構滑らかだし、うん、まあ問題ないかなと思います。ただね、やっぱり早く書くとちょっとインクがまあ追いついてこないのかなって感じます。まあ、ボールペンの方は、うん、問題ないですね。特にまあ返しのね問題ぐらいですね、2つとも。はい、というわけでね、今回ね、コーチのね、万年筆とボールペンと、そしてね、このブリキの、ペンケースというかね、こちらの方を紹介してみました。この動画はね、もしよければ、グッドボタン、あるいはね、チャンネル登録なりしていただけると嬉しいです。ではね、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。はい、まあ今回の、まあ、先ほどの動画では、まあ、コーチのねブリキのケースと、まあ、万年筆とボールペン紹介したんですけども、まあ、余談なんですけどね、私の財布はコーチということで、はい、まあこれだけね最後に言いたかった。まあ、コーチね結構好きなんですよ。うん、いいですよね、この馬車のマーク、めっちゃかっこよくないですか、この馬車。まあ、馬車好きなんですよ。別にコーチが好きっていうわけではなくて、馬車が好きなので、まあ、コーチの財布使ってるんですけども、まあね、コーチっていうと女性のイメージっていうのがねかなり強いんですけどもね、まあ、最近まあ、コーチメンズとかもねあるので、まあ、そんなでもないのかなって気がしますけど、でもやっぱりちょっとなっていうのもあってね。まあでも僕はね、そんななんだろうな、まあなんか、うん、
ドンとかいうようなドンとかやるね、いかにもなそういうね、ドンとかね、チャンネルとかね、まあ、ああいうような、ね、メーカー好きじゃないんで、まあこういうね、なんでしょうかね、まあ、最近はよ、まあ、伸びてきましたけども、まだちょっと一流じゃない感みたいな、そういうね、まあブランドっていうのがね、まあ、ちょうどいいのかなって、自分に合ってるのかなっていう、感じがしますんで、まあね、コーチ、まあね、結構いいのでね、まあ、気になった方はね、ぜひぜひちょっとコーチのブランドの方も、まあ、見てみてください。まあ、結構ね、あの女性へのプレゼントとしてはね、まあ、喜ばれるメーカーだと思うのでね、まあ、クリスマスとか、まあ、そういう時にねプレゼントしてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでね、まあ、また会いましょう。